諸仏はこれ大人なり、大人の各自するところなれば、故に八大人学と称するなり、この法を各自すれば、涅槃の引退、我が本師釈迦牟尼仏、入涅槃の夜、最後の諸説なり。これからですね、消防現像を皆さんと一緒に読ませていただこうと思うんですが、消防現像この頃は大変流行っていて、いろんな本が出ているわけです。でもこの消防現像っていうのはいろいろの読み方があると思う。しかし大体ね、私としては何より自分の生き方として読みたいと思う。ところがこのね、消防現像って、これ、ジグの解釈から言えば消防現の蔵っていうのかな。で、消防現っていうのはね、仏さんの悟られたその本当の仏法から見たらね、そしたらあらゆることあらゆる時において、全く迷いはない、スカッとこう見られる、そういうのをね、ちょうどこの目が全てこう自由に見るように、そういうのに例えて消防現とこういうわけですね。それの蔵っていうね、これは結局一口に言えば仏法、仏法っていうのは、ね、の何かっていうのは、これが問題だけどね。でもこれはだんだんとお話ししていくことにして、とにかくその消防現像っていうのをね、道元禅師は本の題名にされたけれども、結局仏法を言われてるわけですね。でところがね、この仏法っていうのはね、自然科学やなんかの学問と違って、もう初めから実物は一つだ。全く実物そのものは一つ。それをもうお釈迦さんが首相って言うけど、これは修行対象です。実際に首相って言うとね、修行対象、修行対象っていうのは行を収め、そして体で称する、実際にその、実証するってことですよね。で、事実ね、お釈迦さんがもう仏法というものを事実行じて、そしてその実物を対象された、これがもうお釈迦さんでもすでに完結してる。それから以後ね、仏教に従って、我々そういう仏法を主張していこうって言うんだけどね、これだんだん薄れがちなんだ。だけれどそれを実物は一つなんだから、これも進みこない。だけど表現は進むね。表現っていうものがね、だんだんと。だけど表現が進んだからって実物が進んだとも言えない。しかし表現の進まないところは実物もちろん進まないね。要するに仏教っていうね、仏教のあれを用語化しちゃって、そしてただそれを言ってるっていうだけだったら、もちろん修行も対象もない。我々修行を対象するっていうのは、なんとか自分のね、今世の中仏法そのものは変わらないんだけど、我々みんな変わっていくんだからね、これを本当に今の時代っていうね、前の時代とは違うんだ。そうすると今の時代でこの仏法をいかに表現するか、これは我々の主張しなきゃなんない。だからお釈迦さんの主張を狙って一生懸命やるわけです。仏法っていうのはだから一つなんだ、一つなんだけれど、だからね、これから消防現像を読んでいくっていうのはね、同じ話が繰り返される。これね、話す方としても辛いんですよ。同じことばっかり言うんだからね。ところが
この頃の説はこうですって言い始めたんだったらね、仏法においてですね、この頃は説が変わりましてって言って言うんだったら、これは仏法にならない。どこまでももう一つ間違いのない、絶対間違いのないというね、一つの実物を繰り返し繰り返し言わなきゃな。しかしそれにしても、少しでもその一句は掘り下げた話がしたいっていうのが、まあ私の願いです。それでですね、今度正法眼蔵を読み始めるっていう時、何を持って初めにするかっていうのね、まあ普通だったら伝道話とか念成公案から始めるんだけれど、私初っ端に八大人格読もうって、天使最後五行中の五層なり、おもん見るに前にせんせられて、たもせせられし、かなじ消防現像と皆書き改め、並びに真相むするにとろ一百巻、これをセンスべし、うんぬん、すでに思想のこの音巻き第十二にあたれる、この後五行ようやく前前におもり増したまえる、よって五層案とのこと、すなわちやむなり、ゆえにこの五層と戦士最後の朝直なり、我ら不幸にして一百巻の五層を拝見したてまつら、最も恨むるところなり、もし戦士の人を戦士を連呼し立てまつるの人は必ずこの巻を処し、これを誤示すべし、釈尊最後の教直かつ戦士最後の唯教なりと書いてあるんですね。結局ね、この道元禅師はね、今までに正法眼蔵をずっと書いていかれたんですね。ところが75巻だけ書いてからね、それを全部こう書き直して、そしてまたこれ以上にその真相っていうのね、新しくそうし書き始めよう、そして一百巻にしよう、こう言われた。ところがその、あとは真相の中のね、第十二がこの八大人格。ところがその後道元禅師は、まあ、肺結核だったらしいけれど、要するに病気が重くてですね、とうとうもうそれ以上書けなかった。一百巻を見ることはできないですね。今の釈尊最後の教直かつ戦士最後の唯教なり、仏の玉悪っていうのはありますね。この仏の玉悪っていう段はね、物資発涅槃略説教開教というね、それを略して唯教行という、お釈迦さんがね、最後に亡くなった亡くなる時に言われたお経、説かれたお経だから、結局お釈迦さんの遺言のお経、その遺言のお経を取り上げてですね、道元禅師が消防現像八大人格を書く。そしてまたところがそれを書かれたとことを思って、最後に道元禅師も病気が襲われて、そしてとうとうなったらしい。だからこれ、それで今言うこの釈尊の最後の教直なり、またかつ戦士最後の唯教なり、そういうことです。それでですね、まあ私としてはね、この遺言から始める、遺言の先渡しで、まあ私はこの遺言、この八大人格喋り終わったら、それで死んじゃったか、死んじゃうかもしれないけどとにかく、まあ遺言の先渡しをやる。というのはね、遺言というものはね、
とにかく後にの人のためにですね、一番大切なことを最後に言うのを遺言って言うんでしょ。この一番大切なこと、お釈迦さんは仏法を説かれた、この仏法のいわば総結論みたいなね、これを遺言として言われたんです。でまた道元禅師もそういうつもりでですね、またこの正法眼蔵八大人格も書かれたんです。だからこの遺言っていう、この八大人格の一番大切なところ、ね、これをまず決めておいて、それからそれ以前のですね、正法眼蔵を見ていく、こういう生き方があってもいいんだと私は。これことに正法眼蔵っていうのは、さっきも言うように仏法っていうのはただ一つだ、道元禅師にしたってね、ただ一つの仏法をね、いかに言おうか、それをね、それこそ繰り返し繰り返し同じことを言うのに、一つでも掘り下げた話を言おうっていうんで一生懸命書かれたんだと。それでそう書いてあるもんだから、あんまり正法眼蔵っていうのね、我々が今読んでみると、初めから読み始めるとちょっと何が何だかわからない。まあ皆さん正法眼蔵の本をこうめくった人だったらみんなそう思う。だけれどこの最後の遺言と照らし合わせてね、見ていくと、その一番大切な総結論がどこにあるのか、そこからこう正法眼蔵を見直す。そうするとね、話がもうよっぽどすっきりと分かってくる面があるんじゃないか、これが私の狙いなんですね。それでまあそういう意味で八大人格から始めよう、遺言から始めようということです。でこの八大人格っていうのは、まあ、八大人間とも言う、その大人として、八つの悟り知るべきこととでも言ったでしょ。八大人格って何、どういうことだったあれかってね、要するに大人、これは大人だし、これは言ったって大人小人って書いてあった、大人は高いで、いよいよ本文として、諸仏はこれ大人なり、この諸仏はこれ大人なりと、これだけのね、言葉なんだけれど、今我々としてはこの仏さんは大人だぞってこういうことでしょ。はあ、そうすると我々は子供なんだなっていう、そこまで考えなきゃ。要するにこの諸仏はこれ大人なりというだけで素晴らしいことが言われてんだと。みんなひげ生やしたりさ、髪の毛伸ばしたりして、それで顔を振ったり酒飲んだりして、いかにも俺大人みたいな顔してるけど、何子供、お前たちは子供だぞ、ガキだぞっていうことなんで、要するに諸仏はこれ大人なり、諸仏は本当の大人だ、ね、で結局の話、それに対して我々は確かに生理的には大人だ、だけれど魂は全く幼稚です、ね、要するに何かこのいつでもぐずってます。ぐずってるやつばっかりだから、これこの地球上全部がぐずり合いの広場になってる。こういうのをね、疑似大人って、まあ私が長く名前つけたけどね、疑似大人って疑似コレラとか疑似地物とかっていうじゃない、似たようなもん、似たようなもんだけど本当じゃない。でね、これに対して仏教は真の大人になる、そういう教えなんだ。仏教っていうのをね、一口に言ったら何か、真の大人になる、これがね、
本当の大切なところ。植物は彼大事になりと、結局ですね、植物って仏さんというと、何か我々と、質の違ったね、全然質そのものが違った人のように我々は思っていても、あるいは我々の場合、そのお寺の本堂にある、器物、金物ね、それからそういう、それだから、随文字も書いてあるけど、仏といえば総合光明は何ぐる思う。なんか素晴らしいね、この出来のいい、もう特別な人だと思ってる。ところがもうそうじゃない、植物は大人なり、大人だ、ね、大人というのは大人です、大人というのは大人なんで、結局仏教っていう宗教はね、この特別な人間になるっていうんじゃない、我々の生命がですね、もう本当に成長して本当の意味の大人になる、これ一番大切なんですね。これからまあ聖宝現像を、まあ 読んでいきたいと思うんだけれど、聖宝現像っていうのは非常に難しいものだっていうのを、まあ聖宝現像を覗いてみた方ならすぐ分かる。だけれど、もうそれじゃあ聖宝現像に特別なことを書いてあるのかってね、思ったらそうでないんだ。本当は、本当の意味の大人になるっていう話が書いてあるんで、これをよく狙いを決めておきたいからね、初めからお釈迦さんの遺言、道元禅師の遺言である八大人格から私は始めた。そうしないと見当が外れるから、聖宝現像っていうと、聖宝現像をやって、の道元禅師の教える座禅をやると、なんか特別の悟りを開いて、そして神秘的境界になるんじゃないかって、そんな風に聖宝現像を見てる人は非常に多いと思う。しかしそうじゃない、本当の意味の我々の生命が成長して、本当の意味の大人になる話なんだけど、これをはっきりまずさせておきたいということですね。だからそういうつもりで私もこの聖宝現像を読んでいただきました。で、この次の大人の各自するところ上に八大人格と称す、要するにそういう本当の意味の大人の人がですね、各自するから八大人格、八つの大人の核ということね。この核地っていうのは、これ何かっていうとね、これは日本語で、読めばですね、現代語で言えば覚めて知るっていうことね、目覚めて知るっていう、だから我々人間としてね、まあこうして生まれて生きてる限り、人生っていうものに、私の人生っていうものにはっきり覚めて、そして知る、それが真の大人なんだ。ところが我々人生っていうのを何も覚めて知っていないじゃない、本当に人生に覚めて知る、これが大人なんだ。全然何にも今我々人生に覚めて知らない人間はこれ精進、で精進どもはね、結局どうか人生をはっきり覚めて見直してみていない。それで何で生きてるかっていうと、結局差し当たり自分の内に起こってくる害を割愛ですよね、
の蔵を割愛だけで生きてる。だから真の成長っていうのはこの子供が精進が大人になること、そしてどういうか、あれのためには生命の真実をさめ知る、これが大切。だからつまりね、大人学っていうのは本当の大人の在り方を知るっていうのがこの八大人学の話なんだね。でその次、この法を各自するは涅槃の意に対し、涅槃っていうのはニルバーナ、その本当は、まあ、私その、サンスクリット語のパーリ語も全く何も知らないけれど、まあ古来言われてるのはニルバーナっていうのは滅、滅っていうのは火を吹き消した状態っていうのは、まあ滅っていう意味らしい、ニルバーナの初めの意味らしい、もうろうそくでも消すと炎があったのと消えて、ね、それを滅。それでこれはね、まあ清浄仏教ではこの滅っていうのはね、この外部割愛の心をなくすること、断滅すること、これをニルバーナ、これは清浄仏教の意味。ところがね、この清浄仏教ではこの外部割愛の心をちょっと吹き消したようになくすることってもう決め込んでるんですけれど、本当から言ったらね、この外部割愛心っていうのもね、そんなにねふっと吹き消して、ね、消えるもんならわけない。しかしそう消えるもんじゃないです。例えばね、外部割愛の根本は欲望だ、これの根本はいわば欲望なんですね。この欲望を何もなくしたらいいか、ところがこの欲望っていうのは本当から言ったらね、人間の生理状態として生きてる限りはこれあるのが当たり前だ。欲望が全くなくなっちゃったらね、人間生きちゃいられないんだ。食欲もありません。食欲がなくなると恨めしいんですね。まあ私なんかでも運水やってる頃に、腹が減って腹が減ってしょうがなかったもんね。ところがね、やっぱりこれ私も年取ってなって60過ぎたらね、そんなに便なんですね。どうしたって、昔は良かったなと思って、そんなのもう飯が待ってて食べたものが、今なるとご飯の時ね、その食べるのが苦労っていう、これは沢広氏も最後の頃と言ってたね、最後って、まあ、年に取ってからのうはね、物を食うのが重労働だぞよって言って、そう言ってられたけど、そうだと思う、私もだんだんその沢広氏の言葉は分かってきた。だんだんこれ、労働を感じる。で、食欲一つでもなくなったら困る。これ食欲っていうのは大切なもんだ、これ資本だと思わない。それから色気っていうんでもね、これ、大切なんですね。大概のものは芸術作品っていうのは色気取っちゃったら何もないじゃないかと。本当ね、やっぱり色気っていうのも必要だと思う。だから、なんていうか、名誉欲っていうか、なんか、それだってやっぱりね、もう全くなくなっちゃったらね、全くない世の中っていうのも悪くはないけどね。で、これ、あらゆる欲望っていうのは、私はそんなに
否定すべきものではない。それを清浄仏教の人はあらゆる欲を断滅する。そうするとあとは死ぬだけなんだだから清浄仏教の人は自身滅なんですね。身を張りにし自分で作る。これをまあ一番いいこととしてなんでね。だけどあともそうなったら俺植物人間だから、それじゃあね生命の真実はない。それどころかね、まあ欲望を断絶しようってんで消極的な人一生懸命断念して欲望をだんだん細めていって最後にはなくすんだ。だからそうなくならないもん、生きてたから。要するに欲につけるっていうことも間違いだ。また供養に熱中するのも間違いだ。で、如来は中道を説く。中道が大切なんだ。これもダメ、これもダメ。そして大切なのは中道だと言われたんです。それで、この中道を経て、不滅を、諸国の短絡もいけない、苦悩の熱中もいけない。そこのところに初めて不滅を得た。だからね、この不滅という言葉、マハーバーカーに出てくる。そうするとね、結局お釈迦さんの滅っていう意味がね、イコール不滅であるような滅。こんな欲を全部否定するっていうね、ものじゃないってことは、このお釈迦さんの初めからのあり方だ。で、結局ね、今、我々自分の人生の真実を見つめ、自分の人生の本当の落ち着き場所をね、の因として、これは八大人格っていうのがある。そういうつもりで見てください。で、我が、その次に、我が本意し釈迦牟尼仏、ニュー・ネハニの夜の最後の書ですね。このニュー・ネハニというのは、ネハニにいる、ね。これは、法王と全てが病んじゃったっていうのはどういうことかというと、これは本当に死んじゃったことだ。これは全てや、病んだんだね。で、これ、ネハニという言葉は、死ぬっていう、熱は、本来は熱っていう意味だからね、死ぬっていう意味だから。お釈迦さんが最後に亡くなった時のお話、ニューネハンの夜の最後の諸説なり、これこそね、人生にとって一番大切な大人の在り方の教えだったんですね。まあ以上。一つには小欲、かの未徳の五欲の法の中において広く追伏せず、名付けて小欲となす。仏の玉は何立ち引くまさに知るべし。他欲の人は多く利を求むるがゆえに苦悩もまた多し。小欲の人は求めなく、欲なければ、すなわちこの憂いなし。直ちに小欲すらなおまさに主従すべし。いかに肥満や小欲の欲、もろもろの苦毒を生ずるほや。小欲の人はすなわち天国してもって人の心を求むることなし。また諸君のために惹かれず、小欲を行ずる者は真すなわち観念として憂いするところなし。ことに触れてあまりあり、常に足らざることなし。小欲ある者はすなわち涅槃あり。これを小欲と名付くと。まずここで、かの未徳の五欲の法の中において広く追伏せず名付けて小欲と名付く。この五欲っていうのは仏教では、色小香味触とね、色っていうのは、まあ、物質ですね。それからこの色の場合は色ですね。それから小っていうのは声、それから香は匂いですね。味っていうのは味、それから即っていうのは触れる。そういうこれを五経って言いますかね。
その五経においてその人の欲を引き起こすから、それで五欲っていう、まあ、我々が欲を起こすっていうのはどうせそういう外的な感覚器官を通して欲を起こすから、それで五欲っていうんですが、また五欲っていうのは財欲、それから色欲ね、それから音色欲、食う、食べる、飲むっていう欲ですね、それから睡眠欲、名誉欲、五欲っていうのをそういう意味において受け取ることもある。まあいずれにしてもそういう欲です。で、未得のっていうんだから、まだ得ていない欲、それに対して広く追慕せずと名付けて小欲となす。これ仏教ではね、この少女仏教なんかには無欲、禁欲、欲を断滅するということを考えている人もいる。しかし仏教は決してね、無欲、断欲っていう意味じゃない。どこまでも小欲です。というのは、欲っていうのはそんなにね、目の敵にしなきゃなんないこと、悪いもんじゃない。というのは、前にも言ったと思うけれど、欲っていうのは一つ の生命力ですからね。これは欲が全く全てもうなくなったって言ったら、何よりあれなのは食い気っていうのをね、これなくしてみると分かる。食い気がなくなったらもう死ぬよかしゃない。だから食欲一つ取ってみても、欲をそう目の敵にしてその悪いものって決めるってことは、大体本来の自然に反すると思う。で、その点仏教は決して今言う禁欲、無欲、断欲っていうんじゃない、小欲なんですね。広く追求せる。で、名付けて小欲となす。その欲そのものはね、決して悪くはないんだけれど、問題はね、想像された欲なんだよね。もう腹いっぱいなんだ。それでももうちょっと栄養補給しておこうかってそういう汚いところ、永井陽之助さんっていう人の「平和の代償」っていう本を読んだ時、確かにこれだなと思ったね。ライオンっていうのは猛獣の王者だ。このライオンはもう何でもかんでも餌食になるような獲物を見たらですね、みんなこう食い殺しちゃうのかと思ったら、そうじゃないっていうのがアフリカ行ってみる。ライオンのそばでもってシマンマとかなんかああいう動物たちが遊んでるって。今日はライオンちゃんってもう腹がいっぱいなんだから心配することはいらないって、それで安心して遊んでるらしいのね。ほら今日はちょっと危ないのって言うと、そうすると前に出るのを逃げてくるらしい。だから満腹のライオンは狩り寄せるってことね。これはね、そうありたいなと思いますよね。人間も想像されたよ、こうなったらこう、今取るべきは取っておかないと後になって困ることができるかもしれない、こう言うんで、それで想像された欲同士が争ってるね。要するに文明人っていうのは、むさぼれるだけむさぼっておかなきゃ損っていうそれがもう常識になってる、今我々の世界ではね。だけどこれはね、子供の教育でも親がそう言って教えてんじゃないかね。もらえるものもらっとかなきゃって、ね、バカだなお前は、くれるってものもどうしてもらっとかなきゃって、そういう調理だもん。で、なんとなしにもういつでもむさぼれるだけはむさぼった。これをまあ我々の生活の常識にしてる。だからむさぼれるだけむさぼりゃいいってもんじゃない。それと同じように便利になりゃ便利になるほどいいってもんじゃない。自制するって、これ今科学技術文明っていうのね、もうどうしてもね、自制するところがなきゃなんないんだと思う、大人としてはね。
これが大人の目ですよ。今八大人があって、大人っていうのは何か、結局むさぼれるだけむさぼっとこうっていう、そういう根性じゃなくて、少しでも譲る欲を少なくしておこうっていう、残すね、それから便利になれば便利になるほどいいっていうんじゃない、ある点自制する。ってこれ今科学技術文明っていうのはね、もうどうしてもね、自制するところがなきゃなんないんだと思う。自動車一つでもね、今の日本にこれ自動車多すぎるもんね、どう考えても。みんなこれ自動車持って運転しながら動けないでいるんじゃない、それ歩くみんなってことさ、あの散歩するとこもないんだ。これもね、よっぽど気をつけてくれなきゃ、あのもうちょっと少なくした方がいいと。アメリカみたいに大きな国はそれは自動車でパーッと走らせたらいいけれど、日本みたいアメリカの真似すりゃいいってもんじゃない、日本は小さいから。自動車っていうのは単なるこういう物体物質じゃないんだからね、これ動くんだから。そしたら初めに道路を作って、道路とともにね、自動車の値段も決めてもらわなきゃ困るよ。テレビも同じ、テレビもちょっと見りゃ面白い、またためにもなる。しかししょっちゅうあまあまあまあ言ってるっていうとね、やめた方がいいってことになるね。やっぱりこれ大人の目としてある程度こう、その制度するとかなきゃなんないんじゃないかっていうことね。まあその辺ね、全てね、いわゆる小欲っていうとね、いかにもどれだけってこう決まってない、いかにも中途半端、欲を少なくするっていう中途半端のような気分があるけれど、大切なのは大人の目でこういうこと、その背後にね、あるの。本当の大人の目で、それで人生に覚めた目で、自分自己の人生をはっきり覚めた目で持ってみて、測るの、測ってですね、欲を少なくする。これが小欲です。あのいわゆる広く追求せず、名付けて小欲となすというもの。ただあの本当に我々自己自身の人生から、そういう観点からですね、見直して自制するところは自制する、こういうこれが小欲です。でこの小欲がですね、むさぼれだけむさぼろうっていうのはね、そういうのをやめてですね、こういう小欲から一歩進むと、今度自分のそのそういう欲望の満足ね、それを少しでも割いて人に回そうと、こういうような気分になると、これ不正っていうね、不正派。だからこの八大人格はね、大体はこの前にも言ってるけれど、仏教っていう実物はもうお釈迦さんで完成してると思う、実物は。だけれど表現がだんだん進んでいく、それ表現を進ませる努力していなかったら仏教はもう沈滞しちゃう。この頃の仏教がずっと沈滞してきたのはね、あのそういう今の現代の目を持っていかに仏法を表現するかって苦心することなしに、昔からの言葉をただ伝えてるだけっていうんだったら、そうしたったら仏教そのまんま沈滞するんですね。それでそのお釈迦さんの時代からこう繰り返し繰り返しね、この表現し直して、お釈迦さんの、まあ、最後の遺言としては八大人格と言ったんだけれど、その後大乗仏教になってくるとこれ、あの菩薩の六波羅蜜っていうものに表現し直されていると思う。この小欲知足ということが後には伏せ波羅蜜になるんですね。でなんとかね、この伏せの精神をこの譲れるものは譲ろうっていう、そういうのをね、教育の原理にする時代を来たらしたいと思うんですね。でまあその次の仏の玉何だちびく、まさに知るべし、他欲の人は多く利を求むのがゆえに苦悩もまた多し。
この一つには小欲って、それでかあの他の未得の無欲の法の中において広く追求せず名付けて小欲となすというのは、これは道元禅師の注釈です。それから以下の仏の玉悪以下のこの漢文は唯教行というね、仏唯仏師発涅槃学説教開教っていうんだけど、大体唯教行の文章です。それを引いてるわけですね。で、まさに知るべし多欲の人は多く利を求むるがゆえに苦悩もまた多し、この苦悩っていうのは苦しみっていうのね、これは苦しみっていうのを、まあ、みんながこの苦しみを何とかしたいと思っているわけだけど、苦悩っていうのはね、本当はね、次元的に、あ、今度こういうことが起こってきたから苦しいっていうのね、まあ、次元的なもんだってみんな思ってる。ところがそうじゃない。本当はね、他具他欲、その多く求め、多く欲求すると。それのね、要するに、まあ、私の言葉で言うと物足りような思いだね。あの我々人間というのは何となしに物足りよう物足りようってね思ってるわけだ。この物足りようのね、いわば反作用がね苦しみっていうものだ。だから物足りようが多ければ多いほどね、それは苦しみが多い。普通苦しみっていうのはみんな次元的なものだ、こういう次元があったから苦しいと思っているけれど、そうじゃなくてその自分のね人生観に、人生観の問題なんだと。苦しいね、誰でも自分っていうのが一番大切なんだ。だけれどその自分っていうものはどういうものかっていうこと、一番大切なものがよく分かんないから、自分とは何かって分かんないね。で、差し当たりね、なんとなしにこの、物足りよう物足りようと思ってる、こう思いが浮かんでくるでしょ。これが自分なんだとこう思ってる。それで物足りようの思いを満足させることが一番最高価値だと思う、最高にいいことだと思う。その価値の置き方ですね。それで私があの、公式作ってるじゃない。これまあ私の話聞き慣れた人はみたいだけど、思いは幻影だ、で行為は現実、結果は化けて出る。この思いは幻影っていうことだけは分かんないね。その自分の頭にふっとこう浮かんだ何かの物足りようの思いって、これは本当は幻影なんだ。それをね、その幻影とは思えない。それでそれによって追求して、それで行為する、行為するっていうのは行為だけが現実だからね。いや、これの、 あの例を私はいつも挙げるのは、あのあれだね、冬の晩にね、その歩いてったって、カラッコロカラッコロって歩いてったら、そしたら大きな川の財布が起こってた。わ、いかにもたっぷり入ってそうだ。それで思わずこう見回して、そしてこうやったところがこれ凍りついて取れない。そこへね、このグッドアイディアがグッド、それでおしっこをちょそしたらこれね、なかなか素晴らしいあの考えだね。でどんな問題っていうんで手出して、手出して取ろうと思った途端に目が覚めた。そしてその川の財布が起こってるっていうところまでは夢なの。だけどおしっこしたら関係ない。それで結局結果は化けて出るっていうね。そのマクトンを洗ってこう干さないと化けて出る。ところが今我々いつでも自分のこう物足りようの思いがふらっとこう浮かんだね、これだけが大切だった、最高いいもんだとこう思って、これを満たすことが、満足させることが一番いいことだってもう決め込んで行動するからあれするわけですね。ところが世の中ね、みんな思い通りにはいかない。
もうどうせ俺の思いのためにこの世の中出来上がってんじゃないんだ。そうするとその反作用だけは苦しいんだもん。どうせね。でそれに対してね、その大切なのはね、発想法の転換だね。ちょっとこう発想法を転換してみると、あのパッと何ともないね世界があるんだね、全て。いや、あの日本という国は、本当にこれだけのちっちゃな島国でしょ。島国でもってのこのこれだけの何ていうか、おのおのの、まあ坊主は坊主の世界があるし、商売は商売の世界があるし、いろいろね、島国のところへ持っていって、そういうこうおのおのの世界に生きてるんだからね。そうすると大体もうあの狭苦しいじゃない。でそういう、まあ、あの商売やってる商売やってるんで同業者っていうね、しかもそういう、地域的なもんだからやっぱりあれ狭いね。そういうね、狭い世界に、ね、生きてるから、今度はもう日本人というのは足の引っ張り合いだけだと。そうすると、いかに人の足を引っ張るか、この出ようとするやつは引っ張って、こっちに出るんだけど、それで、それだけで生きてる。これをね、ちょっと発想法を変えたらどうだって私みたいに、いつでもね、これ発想法を変えるね。島国ってやったら海洋性国民だ。周りは海だからね、海でもってこう世界に乗り出していいっていう、そういう気分で、そうすると広々した世界がある。それでね、それと同じように今我々物足りようの思いだけをね、俺だ俺だと、それで物足り、なんとか物足りたい物足りたいで、このもがいてるわけだけど、ちょっと発想法を変えてごらんなさい。どういう風に変えるかっていうかね、本当の自分っていうのをもうちょっと見直すっていうのが、本当の自分っていうのは、ね、俺物足りようの思いがあのこう浮かんでくるっていう。これはね、どうせ我々人間生きてて頭持ってる、頭持ってるとこれ単なる物質じゃなくて生きてるんだからね。そうするとこれ分泌するんだね、唾液腺はね、その唾を分泌するじゃない。だから副腎っていうのがあると、まあどういうはなんか知らないけど、また副腎皮質ホルモンっていうのが分泌する。そういうふうにこうなんか分泌するんだ。それと同じように、我々頭があるとそのいろんな考えを分泌するんだね。で我々の考えっていうのは何のことはない、頭の分泌物だ。そしてもっと根本的に、俺の本当の俺はって言ったら、分泌する力ね、生命力、それが本当の俺でなきゃならない。そしてその私をそういうふうにいろんなことを考えさせる力っていう、これはまたあなたにも同じように考えさせる力と、もう私とあなたとがこうぶつ続いてるんだ。で私を生きさせてくれる力っていうのは、また、春になると花を咲かせる力でもあるんだし、秋になるともみじさせる力でもあるんだし、一つの生命力っていうのはぶっ続いてんだってことですね。そしてそういうものが私の生命力になってくるとね、これが本当なんだ。で結局私のその俺 の, よあの い, やいわゆる分泌物である欲のためにこうただこう取り込むだけがいいんじゃなくて、お互いに生き合うんだと、こういうね、これがまあ不正の精神だ。その沢木の氏がよく言ってたね、この、畑行ってプッてねおならする。そうすると畑のね作物たちが、ああいい匂いその、嗅ぐっていう、それはそういう理屈があるんだと思う。この我々でこそあのいわゆるおならっていうのは悪さって言うんで嫌がるけれど、今度植物の実になるとそうでない、そのはい匂い嗅がせていただいてもう生き返るようですって、そういうこと
その道理もあるんだとかね。これがね、お互い伏せし合いですよ。それで、また、あの、花が咲くって、我々綺麗だって言うけれど、あれは何、あの、花にしてみたら、手一発したつもりなのかもしれない。それね、お互いに伏せでもって、融通し合って生きてんだ。俺だけっていうのはもう絶対に生きられない。でお互いに伏せでもって生きてんだ。伏せし合いで生きてんだ。それだから、できるだけこう、あの、それがまあ、それを具体的にあるのが沢木老師の言った、徳は迷い、損は悟りっていうね、ことなんだけど、実際にそれをやる気になってみると、そうするとね、苦悩ってやつが、今まで、あ、もう苦しい苦しいってやつが、狐が落ちたように、あ、なんでもなかったっていう気分に、コロッとひっくり返るんだから面白い。要するにこの自己の入れ替えですね。これが子供が大人になったってこと。俺俺っていうのは小さな自分のこと、自分の欲ばっかりのために生きてる。それがちょっと転換して、ああこの自分の欲っていうのは、何のことはない、頭の分岐物だな、そういうふうに見渡すようになった大人なんです。で次に、いかに祝いや小欲のよく諸々の功徳を生ずる親。これね、自分が苦しみをこう少なくするっていうだけでも小欲っていう地盤から見直す。ただそれだけじゃなくてね、小欲っていうのはいろいろの功徳がある。それはそうですね、自分の欲を少なくして、そしてその分を人さんにあげたとしたら、そうすると、あのこれ妙なもんでね、まあ自分の持ってるものを人さんにあげるとね、そういう気になると世間広くなるね、生きる範囲が広くなる。これはね、重要なことだと思う。だからまあ、自分、私が、や、あの、私っていう人間が人さんのためにちょっとでもお役に立つためっていう言うんだったら、できるだけのことをすると、こういうような気分になると、非常にこう広々した世界がそこに開けるっていうね。で、小欲を行ずる者は真すなわち丹念として無意する心なし。先に言ったようにね、苦しみっていうのは向こう側に事件的、事件みたいな格好であるもんじゃないんだ。かえって私自身の人生観、人生態度、そういうところにあるんだね。だから私の人生観、人生態度を一つ変換させた、これ、無理するところはなくなるんだ。でね、それはね、苦しみっていうんだって、私もあの足に表層でもって切り切り前して3日目晩もう痛くて寝られなくなることがあったけど、ああいうのがね、この、仏法を信じるようになったら苦しみもなくなったんですねそんな痛苦ってやつはなくなりこないどうせ死ぬときは苦しい、違いない。でそれをね、仏法を信じたら死ぬ苦しみもなくなるぐらいに考えてたら当てが外れない。前も話したことあるけど、私は長年の座禅してきたもん。それなのに死ぬ、いざ死ぬ場合になってどうしてこう苦しむんでしょうってね、もう一遍言葉かけて苦しんだ人いるね。そんな座禅はしちゃダメだ。要するに、いくら座禅したからって ね、 この死ぬ時の苦しみ、死ぬ時の苦しみだ、素直に苦しんだらいいんだ